ネルソン・ペレーラ・ドス・サントスネルソン・ペレーラ・ドス・サントスは、ブラジルの映画監督である、グラウベル・ローシと並ぶ、シネマ・ノーボの中心人物として知られる。1928年10月22日、ブラジル・サンパウロ州の州都サンパウロに生まれる。1955年、初めて監督した、長編映画、リオ40度が公開される。同作は、 リオデジャネイロのファベーラでの生活のクロニクルであり、他の何人かの映画作家たちに影響を与え、シネは濃厚ーー運動を紛失させた。そればかりでなく、1956年、フランス・パリで上映され、フランソワ・トリュフォーや、ジャン・リュック・ゴダールを熱狂させた、ヌーベルバーグの誕生を加速させた作品である。ブラジルの著述家グラシリアーノ・ラモスの同盟の小説、 ビーダス・セコスを原作にした映画、乾いた人生も監督した。ブラジル以外で最もよく知られている作品は、私が食べた、フランス人である。同作はディテールを16世紀に置き換え、ブラジル沿岸のフランス人とポルトガル人の入植者に反対して、今は絶滅している、土着の戦闘部族、トゥピ族のカニバリズムの実践を主張した。 ヨーロッパの植民地主義についてのブラックコメディであり、アントルファギア・アントロポファヒアをブラジルのモダニストたちの風刺的に使い、1960年代のトロピカリア運動を現代にリバイバルした。それと同様に、ラテンアメリカの先住民の歴史的ジェノサイドとその文明の段階的破壊についての辛辣な解説となっている。1986年、1993年に、 ベネツィア国際映画最新サインを務めた。金作は2006年のブラジリア18%である。同作は政治汚職、裁判の承認殺し、マネーロンダリングといった現代ブラジル政治の暗黒面を探る作品である。2018年4月21日、多臓器不全のためリオデジャネイロで死去。89歳没。ありがとうございます。